しずくちゃん、お誕生日おめでとう。いつもたくさん話を聞いてくれて感謝。私も力になりたいって思ってるの。リナちゃんボードやったるでー。いらっしゃい。今日は来てくれてありがとう。これ私も家庭用のをプレイするのは初めてだから、すごくドキドキしてる。はい、VR ゲーム用のゴーグル、これをつけてプレイするの。私はこれを使う。うん、このリナちゃんボードには VR ゴーグル機能も搭載されてる。だから問題ない。これで準備完了。ゲーム起動するね。ゲームだよ。でも映像もリアルだし、コントローラーを握ってないと。ううん、握ってても現実と間違えそう。すごい。ステータスを確認してスタート。えい、いや、うわ、間違えた。もう一回。うぅ、このゲーム結構難しい。でも面白い。絶対クリアする。ふぅ、面白かった。あれ、これってゲーム？現実？あ、ごめんなさい。私途中からずっと一人で突っ走って。うん、リアリティもやり込み要素もすごくてつい夢中になっちゃった。 VR ゲーム面白いね。私もあなたと一緒にできてよかった。こうして自分の部屋で誰かとゲームするって初めてだったから。あのね、実はもう一つあなたとやってみたいゲームがあって、また VR なんだけど。私ももっと上手にやってみせる。いくよ、ゲームスタート。これが今度のライブの衣装。電脳世界をイメージしてるって聞いた。ライブ用のリナちゃんボードとも合いそう。ライブの会場や演出も衣装に合わせて SF っぽい感じになるんだって。早く見てみたい。もしも本当に電脳世界で歌えたなら、電波に乗ってどこにでも行けるってことかな。そんなことができたら今よりもっとたくさんの人とつながれる。スマホとかパソコンとかみんなの身近に必ずあるものだから、ライブをやらなくても
すぐそばで歌を届けられる。すごい、すごくいい。あれ、動画やライブ中継でも同じことができるような。だったらもしもじゃないね。いろんな場所のたくさんの人と私もあなたもつながれる。稲ちゃんボード。もう。